こんにちは、言語学プロデューサーの今みんです。今回も行動経済学についてお話しします。テーマは高い商品でも相手が喜んで買いたくなる、そんな必殺テクニックについてお話していきます。ビジネスをやっている多くの方が悩んでいることの一つとして、安くないと買ってもらえないんじゃないか、高いものは売れないんじゃないかっていうところあると思います。でも上手な方っていうのは高い商品を相手に喜ばせて買ってもらえているってことがあるのも事実なんです。そういった方たちはどうやって買ってもらっているのか、あなたはなんで高い商品を売ることができないのか、そこの謎についてしっかり解明していきます。まず最初に、相手が高いと思って買ってくれないとき、その買ってくれない理由は何なのかということを言語化していくことが非常に大事です。買わない理由としては、一つ目は当然、高いからですよね。二つ目は、欲しい気もするんだけど、今じゃなくていっか。そして三つ目、他ともっと比較してみないとわかんないなこれ、みたいなパターン。大抵この三つのパターンに当てはまるんじゃないかなっていうふうに思います。この三つの理由をしっかりと解消できたら、相手は買ってくれる可能性が高くなるってことですよね。なのでこの三つの理由というのを行動経済学を使ってクリアにしていきましょう。一つ目、高いから買わない。これはなぜこの商品が高いのかっていう理由をきちんと説明することがまず大切ですよね。当然それを高くしているのには理由がなかったら相手納得するわけがないんです。その時に高くても納得してもらえる理由というのは、その分価値がありますよ以外にはありえません。もちろん最近クラファンとか流行っているし、なんかこう助けてあげたいからみたいな応援購入みたいなのもあるかもしれないんですが、そうなっちゃうとちょっと話がこう全然ずれてきてしまうので、基本的にビジネスとして考えた時には価値があるから高いんだっていうところを納得してもらうしか方法はないというふうに思います。そしてこの価値に関しては前回の動画でも話しました。機能的価値と情緒的価値というものがあります。それのどちらを高めていくのかというところも考えるポイントになってきます。この商品には価値があるんだっていうふうに認めてもらう方法の一つ目、プラセボ効果です。そのものズバリですよね。こんだけの値段するんだから、それだけの価値があるのは当たり前ですよっていうスタンスで、これはどちらかというと相手というよりも自分がそこに対してしっかりと自信を持つってことがまず第一ですね。自分が自信なくて、これ高くてすいませんみたいな感じで、いやなんか本当高いっすよねみたいな感じで言ってて、相手が買ってくれるわけがないんですよ。この商品高いですか？だってこれだけの価値があるんだから高いのは当たり前じゃないですか？何言ってんですか？ぐらいな自信を持って売りましょうってところです。そして二つ目ですね、バンドワゴン効果です。こちらでもバンドワゴン効果、前の動画でも出てきました。つまりみんなやってるんだよってところですね。買おうとしている方がこう躊躇して、どうしようかなどうしようかなっていうふうに迷っていると、他の人みんな買ってますよ、あなた買わなくていいんですか、あなた乗り遅れますよっていう感覚ですよね。そんな風にもうすでに他の皆さん買ってますけどもっていうのを相手に伝えることで、そっかみんな買ってるのか、じゃあ自分もこれくらい買ってもいいのかなっていう風に、その買うことが当たり前なんじゃないかっていう風に思わせるように仕向けることがすごく大事です。でこれ単純に買わないとダメですよって嘘を言えってことではないんです。この時にしっかりと実際に買った方たちっていうのがいるんだっていう、でその人たちはどういった方たちなのか、その人たちは実際買って後悔をしてないんだぞ、すごく良かったって言ってるぞっていう、しっかりとしたアンケートの結果であったりとか、リアルな声みたいなところをしっかりこう見せたり伝えたりするってことが、この時のバンドワゴン効果として大事になってきます。そしてさらにカリギュラ効果も使います。これは買ってくださらなくて結構ですよって言って、あえてもうこれ買わないでくださいね、やらないでくださいねっていうことをお伝えすることによって、そんなこと言わないで、やる気あるんだから買うよ買うよ、もう絶対待って待って、絶対買うからちょっと待っててみたいな感じで、相手に逆にやる気を出させるみたいなやり方もあります。やっぱりいつまでも買って買って買ってっていう風に言うことよりも、押してダメなら引いてみなっていう風に言われてますよね。つまりそのテクニックです。本気じゃない方は結構ですっていう風にこちらでもスパッと相手を切ってしまうみたいな、もちろんそれで本当に買ってくれないかもしれないけども、やっぱりいつまでも営業しててもしょうがないっていうところはあると思うので、もう買う気ないんですよね、成長する気ないんですよね、いい生活を送るつもりないんですよね、この価値がわからない方に買っていただいてもしょうがないので、だったら結構ですみたいな感じでカリギュラ効果を使う。そして本当に値段が高くって、どうしようでもやりくり厳しいなって言ってる方に使えるのがマグニチュード効果です。
前回こちらも動画の方でお伝えしました、マグニチュード、つまり地震が大きいとやっぱり運動しようってなるんですよね。でもそれが震度2とか3とかのちっちゃい地震だったらなんとかこう頑張れるみたいなところの心理を使ったやり方だっていうふうに説明しました。つまりこの高い料金というものを分割払いみたいな感じの支払い方法ができるんだったら、そんなやり方をお伝えしてあげる。あるいはこちら高いと思ったとしても何ヶ月かで割った場合にはほら高くないじゃないですかっていうふうに思ってもらえるような言い方をする。つまり今払うこの金額が厳しいのであって、こう未来にかけて考えた時には全然高くないじゃんみたいな感じに思ってもらえれば、あ、そっか、毎月毎月、そっか、1万円とかだったら出せるかな、1000円だったら出せるかなみたいな感じで、その金額をなんか、あ、自分できるじゃんっていうふうに思ってもらえるような感じにするっていうのがすごくポイント高いかと思います。で、2つ目の、今じゃなくてもいいかな、また今度でみたいに思ってしまっている方に対しては、じゃあ今じゃなかったらいつなんだって話なんですよね。で、この今じゃなくって今度でいいやっていうふうに考える方っていうのは、まさに現状維持バイアスっていうのが非常に働いてしまってるってこと分かりますかね。そういう人に対して効果的な言い方っていうのが、今の延長線上にいてもこう逆に損しちゃうんですよっていう、損失回避の法則っていうのが人間は働くので、いや今このままいたらあんた絶対損しちゃいますよみたいなことをしっかりと教えてあげるみたいなことが大事になってくると思います。つまり今まであなたはうまくいってなかったんですよね。今ここに課題問題を抱えてるんですよね。それを持ったままあとどれだけ生きていくんですか。今ここで始めることによってその問題が解決するかもしれないんだとしたら、なんで今始めないのかっていうところをしっかりと見極めさせる、そんな話し方をするっていうのがすごく大事になってきます。なので人間が持っているこの損失回避というところをしっかり使いながら、今買わなかったら現状維持ってことなので変わらないんですよ。でも今ここで買うことによって何かが解決したら、ここの差は最初は少ないかもしれないんだけど、それが何年か後になったらすごく大きな差になってくる可能性がありますよねみたいなところを見せてあげるんです。つまり何かをやるんだったら先延ばしにするよりも今すぐやった方が絶対得なんだぞっていうことを伝えてあげるっていうことがすごくポイントになってきます。現状維持って方は現在のことしか結構見てないっていうパターンなので、未来を見せるってことがすごく大事なんですね。で、現状維持バイアスのまま行った場合、持ってないままのあなたはどうなるのかな、そして買った人はどうなるのかっていうことで、買った人の未来をしっかり明るい未来を描かせて、もしこれを買ってできるようになったあなたはどんな風になりますか、これをそもそも買おうかなと思った時にあなたはどんな自分になりたかったんですか、どんな状態になりたいと思ってこの商品が気になったんですかみたいなことをしっかり聞いてあげることによって、こんな自分になりたかった、こんな風になれたらいいなと思ったんだよねみたいなところの未来を一度しっかり保有させるんです。この商品、このサービス買ったらこの未来得られるよねみたいな感じの話をしていく中で、それ、あ、それ持ってる自分いいなっていう風に体感させるってことがすごく大事です。でも買わなかったら現状維持、どっち取りますか、こんな聞かれ方されたら、やばい、やっぱり買おうみたいに思ってもらえるんじゃないですか。そしてもう一つが、相手を承認しながらさらに明るい未来を見せるための推しの一手ですね。コンコルド効果を使います。つまりサンクコストですよね。ここまで一生懸命頑張ってきたあなたがいるんだっていうところをしっかり認めてあげるんです。そして今まで頑張ってきた、こう当然こうね、新入社員だったりとか、こう社会人になってからのこう頑張ってきた自分っていうのがいるわけじゃないですか。で、今ここまで来てるわけですよ。で、ここの頑張ってきたっていうところをしっかり認めてあげて、あなたはすごく成長してきましたよねとか、すごく素敵な生活を送ってますよねみたいなことを認めてあげた上で、この先の延長線上がこう買った新しい未来に向かっていく、上に向かっていくんですよね、あなたは。つまりコンコルド効果っていうのは、今までいたところの延長線のこう現状維持バイアスが働いてこっちに行くみたいなイメージで持ちがちなんだけど、いやそうじゃないです、あなたはこう来たんじゃないです、こう来たんですと、こう斜めもずっと上昇志向で来たんですと。で、この上昇志向でそのまませっかくやってきたんだから、さらに上行きましょうよっていう方向に今買う商品こっちにありますよと、これ買わないと
こうなっちゃいますよみたいな風に思わせるっていうサンク効果の逆バージョンの使い方みたいなことをすることによって、あ、そうだよね、私こっち来てるんだから、これ持ってこういかなきゃダメだよねっていう風に相手に思ってもらうみたいな感じの言い方もできると思います。もうここら辺がいわゆるこの営業トークスキルみたいなところになってくると思うんですけども、この行動経済学をしっかり理解していると、人間の心理っていうものに対してどんな心理についての言葉がけがすごく相手にとって刺さるのかっていうところが分かってくるかと思います。これ別に相手を騙そうとしてるんじゃないんですね。あくまでもその皆さんが売ろうとしている商品だったりサービスっていうものがすごく素晴らしいものだっていうのを前提として私お話しさせていただいてます。で、そういうものを買わずに試さずにそのまま現状維持になってしまう人の方が私はすごくもったいないと思っているので、いろんなことに挑戦して本当に興味のあることとかいいと思えるものをたくさんたくさん試してみてもらえるとすごくいいんじゃないかなというふうに思っています。なのでこんなお話をさせていただいております。で、最後にですね、とどめの、経済行動学で人間っていうのはこの赤っていう色に弱いんですね。やっぱ赤って情熱の赤ですよね。で、やっぱこう黄色っていうのは元気をもらう色っていうのがあるし、赤っていうのはすごく情熱的なものだって言われてるし、やっぱり青とかグリーンとかっていうのは心の平穏みたいなところっていうのを意味するって、やっぱそれはもう視覚情報としてやっぱそういうイメージってあるんですね。なので皆さんがこの営業する時のこう赤を身につけているっていうことで、よし決めるぞみたいな感じのちょっとこう強い意志みたいなものがお互いに生まれてくるなんていうふうに言われています。なので営業パーソンなんかはこの赤っていうものをどこかしら身につけておくみたいなことをしておくと非常に決定しやすくなるっていうのがあるので、ぜひ試してみてください。他にもですね、いろんな行動経済学の使い方っていうのがあるので、これからもたくさん紹介していきたいなというふうに思っております。最後までご視聴ありがとうございました。